ウェルニッケアは、人の皮質の一部を形成する大脳の一部で、上足東海の後部に位置する。知覚性言語中枢とも呼ばれ、他人の言語を理解する働きをする。ウェルニッケアは、聴覚矢を囲むように存在し、シルビウス溝に接する。ブロードマンの脳地図における22二矢にあたり、多くの人の場合、言語中枢は、左半球に極在しているので、ウェルニッケアは、 左半球に存在する。脳卒中時の中大脳動脈閉塞はこの領域の機能に影響を及ぼす。ウェルニッケアという名前は、ドイツの神経科学者で、外科医のカール・ウェルニッケの名から付けられた。彼は1874年にこの領域の障害が、ウェルニッケ失語、または感覚性失語と呼ばれる、特有の失語症を起こすことを発見した。 この失語症の症状は、言語理解の障害と、音声言語の場合は自然な発音のリズム、比較的普通の文法といった特徴がある。しかし彼らの話す言葉には、理解可能な意味が存在しない。この、ウェルニッケの仕事により、この領域とその言語における役割に関する研究が始められた。それは特に音声言語の理解に関係するものとして知られている。 この領域は、球状束と呼ばれる、神経経路を介して、ブローカやと接続している。また、その音声言語の理解に関する役割から、一時聴覚屋との接続が示されている。ありがとうございます。